ヨーデル号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 は岩手県盛岡市と青森県弘前市を結ぶ中高高速バス路線である。また、本校では2010年11月30日まで運行されていたヨーデル号と接続運転する特急弘前五所川原線についても説明する。1985年3月の東北新幹線上野開業に伴い、 広崎と森岡を結ぶ直通路線として広し、南バス、岩手県北自動車、岩手県交通、日本国有鉄道東北地方自動車部による4社、共同運行として運行を開始した。当初は、広南バスと岩手県北バスが、広南バスターミナル大和に森岡駅間を、国鉄東北地方自動車部が、バス指定券方式による、広崎駅森岡駅間を、さらには、 岩手県交通が、周北バスと共同で、盛岡小坂広崎間の路線認可を申請した。しかし、競合路線の併願による過剰供給になるとのことから運輸省、東北陸運局より、受給調整が指導された。協議の結果、周北バスの参入と、小坂停留所設置は見送り、運行回数も調整され、高速バス新規参入の岩手県交通は1、 往復のみとされた。この時見送られた、周北バスの参入と、小坂停留場新設は、明日ナロ号新設時に実施されている。広崎より、東北新幹線へのアクセスが格段に向上した、ことから、続行便も多数運行され、この成功をきっかけに、広南バスが、京浜急行電鉄と共同運行形式で、夜行高速バスのクター号を、運行開始するなど、 各社が高速バス路線網を広げる契機となった。2002年12月1日の東北新幹線、八戸開業より、道路線の利用客は減少傾向にある。さらに、2010年12月4日の東北新幹線全線開業に伴う競合が予想されることから、同年12月1日より乗車率の低い早朝、最終の上り便や深夜の下り便など、 上下4便が減便され、さらに同日からヨーデル号から、接続運転される特急、広崎御所川原線も廃止された。その後も数度に及ぶ減便が行われ、現在は1日6往復が運行されている。JR バス、東北運行当時のヨーデル号2010年12月1日現在。判例、乗車のみ取り扱い、降車のみ取り扱い、通過、 休憩2019年6月21日現在、ありがとうございます。